はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はどっかの回し物みたいなことを話してみます。後で褒めてあげてくださいね。はい、ちょっとねいつもと画面サイズが違うんですけども、まあどっかの回し物みたいな感じで言うんですけども、このね、上にある方ね、この挑戦してますかと、 DMM ポイント貯めてますかということでね、こういった感じのことをね言ってみようと思います。まあね、いろいろあるんですけども、まあデイリーパチンコとかねやってないんでちょっとやりましょう。パチンコね、トンとやって10玉10、交換にね10ポイント交換できたりとかする。10ポイント交換できますのでね、これもやったりとかしたりねすればいいんじゃないかなと思います。そしてね、他のゲーム映っちゃった。いや、こういう風な感じで貯めたら毎回ねメダルが毎日50枚以上はね手に入るので、一括受け取りして、100枚でね10ポイントに交換してくれます。だから2日に1回10ポイント、15日で、150ポイントですね、溜まってきます。まあ150ポイントなんでね、そこまで、高くはないですけども、無課金でやっていくっていうなるとね、150ポイントも結構いいの、よくね、なると思いますんで、何ヶ月もやってれば、そのうち、500ポイント、1000ポイントっていくんじゃないかなと思います。まあ、その手伝いとして、まあ、アプリの方でもね、こういったものがあるので、まあ、ポイントを貯めていれば、いいんじゃないかなと思います。まあ、このやつはね、最大で100ポイントって言うんですけど、まあ、大体、1日10ポイント貯まってくるっていうね、1ヶ月経ってば、大体30ポイントぐらいは貯まります。ただね、広告見なきゃいけないので、それが苦だったりしますね。あんまりまともなね、広告はなかった気がするんですけども、それ大丈夫なんかいとかね、思ったりするんですけども、まあまあ最近はそういうのもなくなってきたかなっていう感じですけどね。まあそれはいいでしょう。まあこういうのもありますから、いろいろ見つけてね、ポイントを貯めて、まあみなしごだけじゃなく他にもね好きなゲームがあったりすればですね、ポイントを貯めるようにしてみたらいいんじゃないでしょうかというね、回し物みたいなね動画を出させてもらいましたと。はい、ではですね、最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。たまにはどっかの回し物みたいなね、動画も出すのもいいんじゃないかなと思っております。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。